先生、ペネツくん、ドアだと、本日はなんとどうも、アメシスです。イエーイ、バカ野郎、バカよお前ら、来ちゃったね。引きずって連れてきましたよ。そうですよ、もうこいつはドウンテッドマンションという、はい、お化け屋敷カフェ。いやー、面白いですね。すぎだろ。いやー、ちょっとでもね、かなり話題になった、バブリミっていう、はい、ねー、ツイッター見たよ。そうそうそう、やばそうと思ってた。撮影許可いただけたので、はい、いや、すごい、いや、本当にありがとうございます。カフェなんでしょ。カフェです。でもこれ、すでに何、赤ちゃんの格好してるけど、やる気満々だよ。大丈夫です。大丈夫ね、赤ちゃんだね。うん、いや、なんかつけさせられたんだよ、やる気満々だね。もう一つありまして、バブリミとすみっこ殺し、二つのお化け屋敷を体験させてもらって。ゴロシ？スミコゴロシ？ゴロシ。なんて怖いワードなんだよ。そう、バブリミをピナツくんとレイちゃんに体験してもらいます。イエーイ！イエーイ！マジで！早く体験してほしい。で、それを一回ね、今この監視カメラでレイちゃんとポンポコは見れるんで、そうです、そうです。実況していこうと思います。そう。私たちしていきます、実況。すごいね、この映像。で、後半が私たちで。すみっこ殺しは4人で体験していきます。はい、あ、楽しみですね。え、なんで僕とレイちゃんだけ2回行動なんですか。いや、本当だよね。やっぱ怖がりな人がやった方がいいなと思って。そう、もうね、トレンダーがないから。そう、こっちが全然もうボーッとしちゃうもんね。だから、そう、いや、でもそんなこと言ってそんなちょっと怖い。全然怖くないし。いいよ、レッツゾーンテッド体験。なっ、うわっ、はい、あ、待っただ。おお。おお、ご案内いたします。はい、うわ、暗い。もうここはささっき来たもんね。そうですね、なるほどね。この辺はそうですね、こちらはね、怖、あー、ちょっと思い出しちゃってきた。バブリミナル、私の方ついてきていただいて。やば、ま、なんで怖かったのにまた怖くなってきたわ。皆さん、ここに一度お集まりいただけたので、はい、ここね。おー、チミドル、うわー。この中にお部屋が監獄、はい、トイレ、はい、シャワールーム、はい、ここに車椅子がございます。おお。皆様、お一人ずつ好きなお部屋入っていただきます。まあ、さっき打ち合わせで決めたよな。うん、決めました。一番怖いとこに今回リオちゃんじゃない、リオちゃんだ、リオちゃんのポンポが行くから。はい。はい。私シャワー行くわ。じゃあ私行きます。車椅子。ええ、どっちが怖いかな。車椅子のお客さん。はい。行かないで。え、待って待って待って。行かないで行かないで行かないで。あるじゃんここ。うわ、こちらおかけください。怖そう。ええ、背中つけていただいても楽ですよ。あ、そうですね。うわ、怖い。怖いよね。お姉さん怖い。え、そんなことないです。やばい、リオちゃんが怖がってるのマジで珍しくない？え、怖いんじゃん、あなたやっぱり。え、怖くないし、全然。次。ね、どっちが怖くないですか？どうしよう。どちらとどちらですか？トイレと監獄。どっちもどっちですね。監獄で。わかりました。レイちゃんが。トイレ。大丈夫？ポンポか。大丈夫。リオちゃん大丈夫？大丈夫。汚れないのでここに座っていただきまして、はい。で、あ、これどうしよう、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 どうしよう。ちゃん。え、ちゃん。待って、見えた方がいいけど、こっちがいいんじゃないよ。ね、壁ないのも無理。え、あ、あ。壁あるほうが無理だよ。あ。違う、違う、壁あるのも無理。じゃあもう無理じゃん。いや、ちょっと。ちょっと。え、どうしよう。死んじゃうかも。大丈夫か。はい、皆さんお耳だけ。はい。大丈夫ですか。はい。はい。お部屋の中に入られた皆様、お手々の方とか足手足絶対に出さないでくださいね。何があっても保証しません。怖っ。はい。取られちゃった。はい。で、車椅子の方は何があっても立ち上がらないでください。はい。はい。はい。それでは皆様、しばらくこちらの方でお待ちください。はい。ここに生首あるもん。え、真っ暗じゃん。うわー、無理だ。怖っ。危険者要請、準備 OK です。怖っ。危険者って言われた。え、怖っ、始まった。無理。危険者の皆様、この度は臨床実験のご検体誠にありがとうございます。はい。当実験施設では犯罪生物学に基づく犯罪撲滅プログラムへの研究を持って、犯罪撲滅、世界中のマーダーケース、いわくつき物件を集結し、保存、管理、犯罪や霊障に至るまで、あらゆる殺人現場を緻密に再現。殺人現場再現してるってこと？ね。加害者側の精神状態、ノウハウ、驚異的神経系没入システム、通称、恐ろシステム。恐ろシステム。これまでに完璧な犯罪現場解析を可能にします。レイちゃん生きてる？死んでる。みんな生きてる？本日はマーダーケースプログラムを開始いたします。
終了までは誠に危険ですので、はい、係員の案内があるのはその場からです。はい、アトリエリアから手足を出さないようにご注意ください。すごい、でも遊園地来たみたいな、はい、なんか遊園地みたい、ね、わかる、塞いで、あ、怖い、待って、いいのよ、やっぱりジェットコースターみたいな、待って、怖いかも、あ、怖い、あ、怖い、待って、怖い、はい、はいはいはい、あ、明るい、明るい、やばい、リオちゃんの方がなんか光ってるわ、明るい、明るい、何リオちゃんが上がった、うちがなんかやんの、やばい、無理だ、見えないの、怖い、お、暗い、暗い、今回検証する加害者データ、はい、人類、はい、猟奇殺人者、名前、おっと、殺人鬼来た、あ、殺人鬼、うわうわうわ、壁からなんか怖いな、あ、怖いわ、無理だ、あ、壁からなんか、あ、無理、ごめんなさい、え、うわ、なんか、あ、怖い、待って、何何何、どうなってる、なんか音鳴ってる、鳴ってる、え、リオちゃんの方がやばいかもしれん、何が、何何、かわいそうなんだけど、いやー、リオちゃん生きてる、あ、全然生きてる、あ、よかった、殺されたかと思った、じゃあ音がさ、びっくりする、ちょっとやばい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 、なんか、なんか来てる、なんか来てる、あーっと、なんか飛ばしてきてるから、あー、やだー、やだー、見えないけどー、やだ、見ない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 、目つぶってるから、来ないで、お願いだから、なに、どっから来ますか、え、一番端嫌じゃん、これ逃げられはしない、だって何、私たち猟奇的殺人者に殺されたの、トト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 、なになに、待って、30歳、怖い、いる、誰か、なんかいっぱい、なんかいそう、なんかいそう、見え、いる、なんかいる、目の前にいる、僕、無理だから、こっち見えんわ、私は、目の前にいるって、え、蛇だから、もう見てるよ、わわわわわ、怖いから、はい、ゾンビとマンションホラー体験でしたが、皆さんぜひ、はい、いや皆さんぜひ行ってみてください、めっちゃ面白いんで、ホラー見るの無理だそう、でも一回カフェに来たら体験されてる方見えるんで、そうそうそう、あれでそう、さっきのカメラでね、そう、あと研究員さんたちもめっちゃ面白いね、全員可愛いし、でもね、レイちゃんが本当に叫んでくれるからね、安心だよね、なんかちょっと、え、わかる、え、安心感あります、あったあったあった、なんかみんなうるさくておもろい、なんか余裕ってさ、結構怖がってくれるじゃん、リオちゃん、はい、というわけでおめしそうのチャンネルにはね、バブリビの方が上がってますので、ぜひ見てください、はい、はい、というわけで今日も見てくれてありがとうね、また明日、じゃあね、バイバーイ、バイバーイ。